感しました。四国フル公演は2月のまひなさんの生誕祭ですね。こんばんは、ありがとう、応募嬉しい、ありがとう。スケモンさんバラありがとう。こんばんは、楽しかった。サンフラッカ気をつけるありがとう。平日なんよ。そうなんですよね、平日なんだけど、うーん火曜日、火曜日なんよね、6月13日。そうなんよね。こんばんは。え、そう、新しいグッズもね販売が始まって、あのねペンライトの中に入れるフィルムみたいなやつ、あれのグッズがね始まりました、販売が。見た？私のペンライトのやつ見た？見てない？パインちゃん描いてるやつ買ってみてね、あれも絶対に、ぜひ絶対に買ってみてください。そう、サイン入れてたどんな風にデザインしようと思って。リオさん姫ありがとう。そうなんよね、平日なんよね、土日だったらそうなんだけど。美観地区、え、美観地区よかった、うんよかった。岡山に、そう、帰り道に神戸の方に寄って、岡山寄って帰ってきたんですけど、よかった、めっちゃめっちゃ素敵な場所だった。でもねちょっと午後に行ったのでお店が結構閉まってたんですよ。だから本当にあの街並みをこう歩いて見て帰ってきた感じなんですけど。こんばんは、こんばんは。熊田パパさん魔法のランプありがとう。推しへの忠誠心垂らされ確かにペンライトのカバーだから、もちろんもちろん買ってくれるよねもちろんゲットして、もちろんはめてくれるよね、あずみんなだけペンライトの中にもちろん角刈りパイン。こんばんは。え、そうなんよ、あとね、あずみそば、うん、あずみってお名前のそば屋さんも行けたの。食べれなかったけどね。そう、なんか岡山にあるのは前から知ってて、みんなにも教えてもらったりしてて、そう知ってたんだけど、どこにあるんだろうと思って歩いてたらね、お姉ちゃんに、え、あずみって書いてあるよ、蕎麦屋さん、あずみって言って、ここにあるんだって言って、そう、でも行こうと思ったけど営業時間外でね空いてなかったから、中でお蕎麦は食べれなかったけど、あずみ蕎麦屋さんに行きたかったので、行ってみたかったから嬉しかった。そう、偶然なの、本当に偶然、歩いてて会えたらいいな、あずみ蕎麦屋さんと思ってて、そう偶然見かけたの。すごいよねそれもね。こんばんは。え、そう、ビーフカツはカツ飯ってやつ神戸で食べました。そう、ちょっとゴム取ろう、これ、いてててて、よいしょ。あ、四国公演申し込んで、え、嬉しい、ありがとう先出しスタイル、え、嬉しかった、でもこの前来てくれて、ま、え、見つけるね、ありがとう、嬉しい。そう、偶然見つけたの。こんばんは、慎吾さん姫ありがとう。熱買ってちゃんとつけてねっていうやつ、ペンライトのフィルム。でもあのフィルムのグッズってなかなかない、珍しいし新しいのでね、ぜひとも
アズミンフィルムはゲットしてください。ペンライト、あと生写真もね販売されてますよ。今新しい衣装の生写真が販売されてます。瞑想看板にサインしてないですそう、グッズが、こんばんは。あ、ヒレの場所分かった。なんかここら辺、牛のここら辺見た、ツイートしてくれてた。お疲れ様。麺満喫できました。みかん地区の中にあるの、近くにあったよ。でも中になるのかな、あれは。でも中かな、めっちゃ近くにあった。そうそう、めっちゃ近く、歩いてたら巡り合えるぐらいのところに。こんばんは。え、ライキンやばいよね。すごい攻撃、めっちゃ大変。旗がでもいっぱい壊して、一回攻撃よし、私も攻撃に参加するぞって思うけど、近くに敵が来ると怖くなってねそうなんです。え、今日めっちゃね、戦争がちょっと勃発してますよね。なかなかねえ、今日でね、旗とかも結構。リア君ハートありがとう。クルアイさん魔法のランプありがとう。こんばんは。ひえぶつさん姫ありがとう。こんばんは。みかん地区の堀の船の、え、乗らんかったんよ。あのね、なんかね、浮いてるっていうか、あるのは見ました。あるの見て、わすごいねって言って、船あるねって言って、船あるねって言って見たのは、見かけたのは見かけたけど、動いてなくって乗ってはないですね。あとあれもいたよ。あの黒いさ、あの黒いやつ、旅行のところによくいるやつ、黒い乗り物で、あの引いて乗れる昔のタクシーみたいなやつなんかタクシーじゃなくて人力車だ、人力車です。そうそう、人力車。冬物さん姫ありがとう。つんさんバラありがとう。あ、本当にやだよ。ちょっと配信終わったら来金参戦しよう。今日、え、資源回収ね。私も資源回収してたらね、絶対にやられちゃう。攻撃めっちゃ受けちゃって、ここ何日間もう受けまくりで、資源回収して、資源がないから回収してるのに、回収中に攻撃受けちゃうから全然たまらなくって、資源が困っちゃってました。みょうこうちゃんすずらんありがとう。こんばんは。ねえ、結構戦う系のゲームだからね、来季ね。こんばんは。え、そう、人力車ね、あれもいつか乗ってみたいなと思うけどあんまり乗ったことない人力車。うん、マーキュランさんラブレターありがとう。ねえ、乗ってみたい、楽しそう。でも直樹さんかわいい、ありがとう。そう、布団を背にしてるの今。え、そうだよね、治療で資源、そうなんですよ、治療で資源が飛んじゃうし、時間も4時間ぐらいかかっちゃって、大変。そう、あ、見てたんですか見られてたあ、そうなんだね。
今もそう資源が減っちゃうですよね。イベントがね大変だよ。あこっちもあともうちょっとだからイベント。リオさんかわいい、ありがとう。引く側やってみたいの人力車ほんと。乗せてよあずみん引いてくださいいつか確かに。でもどんぐらいなんだろうって思う。あれ結構でも重たいよね人力車で運ぶの。すごい筋力と脚力がたくましいのかなと思いながら今日も見てました。ポケーと眺めて。みおこうちゃんレインボースターありがとう。やっぱ筋力と脚力が必要だよね人力車だって。車自体もさ重そうだもんね。あれ引っ張るのもあれだけど誰かを乗せて車も引っ張るってなったら確か浅草。浅草行ってみたい。私行ったことないんだよね浅草。行ってみたいいつか浅草。みやこちゃんレインボースターありがとう。こんばんはね。ひげめがねさんレインボースターありがとう。みきゃくハートありがとう。明日ねタバーのお礼をしたいと思っております。夜配信でそれまでのタワーのお礼をこれまでにもらってたタワーのお礼この前の1周年配信の時かのやつも含めて全部。何時ぐらいからしようかな明日は。9時半、9時半かぐらいから、9時過ぎぐらいからしようかなね。え筋肉質だよね。筋肉がシャフさんっていうの、シャフさん、車夫さん、車夫さん、シャフさんねえ筋肉すごいよね。そう宮島とか一人で引っ張るからね。あずみん5人までなら引けるしあずみん5人もいけちゃうすごい。クロガさんかわいいありがとう。浅草一日入れる本当。浅草浅草ね行ってみたい。あれだよね煙をわーって頭から浴びたら頭が良くなるみたいなところあるよね。あ、22日公演来ます。生あずみ楽しみ。嬉しいありがとうございます嬉しいありがとうございます。頑張る楽しみ私もありがとう待ってるね。あずき歌いながら筋肉を触らせてよどれくらい硬いの。確かに土日なんなんもないよね。土日ねあれだからじゃない G7 とかもあったりするからこの土日は。シャフさんってあ、カンシャークのサイン届いた？よかった。ありがとう。大切にいろいろ持ち歩いてください。いろんなところに。なんかね、そのお母さんの誕生日が昨日が誕生日でプレゼントをね、お姉ちゃんとプレゼントを
買いに行ったんですけど、つたや階段で買ってて、何プレゼントしたでしょうか。お母さんに何をプレゼントしたでしょう、わかりますか。お母さんにプレゼントしたもの当ててみて。なんでしょう。当たるかな。いろいろ悩んで。ポチ。じゃあヒントはなんか、なんかね、使える系、使える全部使える系、なんて言うんだろう、ご飯系、ご飯系に使える系、ご飯系、飲食系です。飲食系のもの、ジャンルに分けたら。あ、四国公園もしか、ありがとう、お疲れ様、嬉しい。ありがとう、ありがとうね、待ってる、待ってるね、嬉しい。ありがとう。そう、ご飯、ご飯系、ジャンルご飯、ジャンルご飯。わ、炊飯器めっちゃ悩んだ。炊飯器あげたいねってめっちゃなった、お姉ちゃんと。めっちゃ美味しいご飯が炊ける炊飯器。でも今年はあの来年にしますかって言って、美味しいご飯が炊ける炊飯器、いい炊飯器をプレゼントするしようかと思ったけど、来年にして、別のプレゼントに。正解は急須。急須をプレゼントしました。急須、お茶入れるやつ、急須、なんかこういう急須。あと炊飯器とね、炊飯器よりもあれだけど、ちっちゃいものだけど、急須とペアのお、あの湯飲み、そう、急須使う。お茶好きなんよお母さん。そう、急須使う。そうで、なんかあの、なんかね、家にあるんだけど、ティーを入れるやつがあるんだけど、なんかどっちかというと緑茶とか、もうあの紅茶とかよりも緑茶とかいう、もうお茶っていうのをよく飲むんですよねお母さん。そう、でも前持ってたその急須みたいなのが割れちゃって、ガラスの方のなんかティーが飲める、ガラスのやつ、ガラスのなんか茶こし器みたいななんかやつを持ってて、そうで割れちゃったから、ちゃんとお茶用の急須みたいなのが欲しいんだよねって言ってたんよ、結構前々からね。そうっていうのをお姉ちゃんと、あれなんか言ってたねって言って、そう、ティーポット、あ、そう、ティーポット、ガラスのティーポットしかなかった。そうそうそう、だからちゃんとお茶用のというか、お茶専用というか、なんかお茶の急須、ちょっと渋めの緑茶とかがより美味しくなりそうな、ティーなんて言ったらいいか分かんないよ、その違いが。そう、でも買ってプレゼントしたんですよね。そしたらたまたま最近そのガラスのティーカップが割れたらしくて、そう、ほんと最近欠けて割れちゃってたんだって。そう、だからもうお家にそのガラスのティーポット自体もう何もなかったらしくって、お茶をこせる何かが。そう、だから知ってたのって言われて、あのガラスの
ガラスのティーポットが割れちゃったことって言われて、え、知らなかったって言って、でも急須がないって言ってたからって言って、そう、たまたま偶然、本当にたまたま偶然だから、よかった、あれプレゼントしてきて。そうなんですよね、ちょうどたまたまいい、だからいいタイミング的にもいいプレゼントができてよかったです。こんばんは。そう、グッドタイミングだったんですよ。そう、いい偶然、美味しいお茶飲んでくださいって言って、私もお茶飲むの好きだから一緒に飲もうかな。和菓子買って帰ってきてお茶でもね、おね、お母さんとかの影響でね好きになったので、抹茶もだし、お茶もお母さんとかおじいちゃんとかの影響で、お母さんが結構好きで飲むから、お茶、緑茶とか、その影響で、うん、そう、渋みん、そう、いい偶然、本当にいい偶然だった。あ、で、気を使うのを知った弟がティーポット言うか、いや、そんなわざと落とさないよ。そう、いい偶然だった。お茶っ葉は、お茶っ葉は買ってないですね。多分好きなお茶があるので、お母さんが好きな。そう、和菓子とお茶ね、え、そう、その影響で和菓子も好きになった和菓子も好きになりました。うん、お茶が好きで、順番的にはお茶が好きで抹茶が好きになって、で、抹茶と一緒に和菓子食べると美味しいよって感じで、和菓子も一緒に食べさせてもらって、和菓子も好きになって、で、どんどん渋みが出来上がった。渋み、ママミン誕生日会ネポ、え、ママミン誕生日会ネポなんかね、イタリアン料理屋さんに行ったんですよ。そう、あの、なんか誕生日のプレートケーキも用意してもらえるようなイタリアン料理屋さんに行ってご飯食べてて、そう、めっちゃ美味しかったの、そこが。そう、ピザとかね、パスタとかいっぱい出てきて、みおこちゃん結婚してありがとう、めっちゃ美味しくって、そうで、まあみんなでご飯食べて、あのお姉ちゃんがね、予約してくれたんですけど、なんかこう、そのご飯が最終ぐらいなところらへんで、そのなんかトイレ行ってくるねとかって言って席を外すタイミングで、なんか最後がリゾットで締めたんですけど、リゾットが食べ終わった後に誕生日ケーキお願いしますみたいなのをこっそり言ってくれてて、で、まあ、最後のご飯が出てくるじゃん、リゾットでできて、で、みんなリゾット食べ終わるんですよね。で、食べ終わって、で、お母さん以外はリゾットの後にケーキが来るの知ってたから、もうちょっとでケーキ来るなとか、ちょっとそわ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 してたんだけどお母さんは知らないからさ、そう、リゾットも結構食べ終わって、あー美味しかったねとかって言って、もうそろそろ時間もいい時間だし、うん、帰ろっかとかって言い出しちゃってそう、お母さんはもうリゾット食べて結構帰る気満々で、よし、じゃあ帰ろっかって、お会計行くとかって言い出して、でもさ、4人はさ、リゾットの後にケーキがあるからさ、でもケーキがあること言えないじゃん、だからみたいなすごい変なごまかし方して、なんかもうちょっとお腹空いたかな、うーんとかって言って、変にメニュー表まだチラチラになりってそう、バツなぎそう、難しくって、みんなでまだ来ないかな、まだ来ないかなとか言いながら、思いながら
そうお店の帰り際にどっか寄るとかって寄るところ探すとか言いながら全然関係ないのにネットでそうなんか変いろんなお店調べたりしてお母さんもなんで帰らないんだろうみたいな感じでなんか不思議がっててまだなんかあるのってなんか来るっけとかって言ってうーんってやっててケーキが来ましたそうってやってたらケーキが来てお誕生日おめでとうございますってそうあの間が難しかった絶対感づかれてたなんかみんな下手っぴでしたサプライズがゆずきつさん結婚してありがとうこんばんはそう帰ろうかってなっちゃうよねでも食べ終わったらねゆずきつさんハートありがとうそうめっちゃみんな不自然うーんごまかし方が全員不自然でそう大変だった下手っぴだったあ、集中して攻撃受けてますって大変だ私も受けてるかな攻撃今ねシュッシュ言ってるわめっちゃ話変わっちゃったライキンにシュッシュ攻撃受けてそう私もそういやホールケーキじゃなくてなんかチーズケーキとかチョコケーキとかちょっとずつなんかワンケーキずつが2個ぐらいあってフルーツと生クリームとでハッピーバースデーっていうのをチョコでメッセージ書いてくださっててみょうこうちゃん魔法のランプありがとうそう感づいてそう感づいてるちょっとこんばんはでも無事喜んでもらえてプレゼントも喜んでもらって良き誕生日になりましたで、ちょうどあ、資源開始え、狙われてる私のところうわやられちゃった本当にうっそやられちゃったまたなかなか集まらない資源がやられちゃった攻撃されてる結構端っこに集めに行ったんだけど大変だあ、本当だあなたの舞台と交戦していますって出てくる通知に出てきた今やられてる最中だったちょっと配信終わったら助けに行こう助けにはいけないけど怪我治してあげないと全然たまらないや資源が帰り運転してないよ運転は全然してないよやらずにああの端っこ危ないんだそうなのあそこ危ないんだなんか離れてるからここは来ないかなと思って行ったけどそう素敵なバースデーパーティーになりましたなんかさユニバさ誕生日の人はなんか誕生日のステッカーみたいなのもらえるの知ってますか誕生日月か誕生日の当日に行ったらにステッカーもらえてそうステッカーを胸に貼ってたらクルーさんたちにお祝いをしてもらえるんですけど当日そう誕生日サービスみたいなのがあるんですよはいさせないでそうステッカーで
ちょうど本当に当日 ね、お母さんの誕生日の当日だったので、ユニバに行ったのが。そうだからお母さんにそのステッカーを貼ってもらいたくて受け取って、誕生日自己申告制、自己申告制、自己申告で、そうお誕生日なんですって言って、って言ったらお誕生日おめでとうございますってステッカーをもらえるんですよ。ハッピーバースデーっていうステッカーをもらえて、それを見える位置に貼ってたら、クルーさんが貼ってる、そのステッカーを貼ってる方にお誕生日おめでとうってお祝いの言葉をねかけてくれる、お祝ってくれるんですよ。そう、それで誕生日ステッカー恥ずかしい結構ねおでこに貼らないよ見えやすい位置って、おでこおでこは恥ずかしい、それはもうなんか別の恥ずかしさじゃろ、めっちゃ今までと恥ずかしいよりも、おでこじゃないですよ、胸元とかなんか見える位置に貼るのよ。ゆずきつさんハートありがとう。そう見えやすい、まあだから見えやすいけど見えやすすぎて恥ずかしいわここはそう、でもなんか調べてたらタイミングが合えばクルーさんがめっちゃ集まってハッピーバースデーソング歌ってくれるそうですってサイトには書いてあってそうすごいタイミングがあったらクルーさんがわーって何人もいっぱい来てくれて、集まってバースデーソング、さすがにそれはなかったけどでもクルーさんに会う、出会うたびにお祝い、いいよね誕生日。でもなかなかさ誕生日の時とかに、誕生日月とか誕生日当日とかにユニバ行けることめったにないから、そう、お母さん恥ずかしがってたけどそう、いやもう絶対やってもらいなよって言って、恥ずかしがらずにおでこに貼ってたら忘れそうここだったらねえ、誕生日ね、誕生日の時にユニバー、ディズニーもあるよね、いいよね。でも誕生日のタイミングで行ったら、行くのより楽しそう、楽しめそう。でも楽しかった本当に、絶対一人しかいないよ絶対おでこ、おでこに貼る人、そういうところで言うと日曜のあずみんちゃん結構グイグイ行くタイプよね。あ、本当に本当、アクティビティ、こういうのでも好きかもしれない。こんばんは、あ、歌ってもらったことあるの？誕生日さ、楽しい、楽しかった。でもすごいいい時間でした、いい時間過ごせて幸せでした、すごく。リフレッシュ、めっちゃいいリフレッシュになった。乗ったら新しい道開くよってアネミさんとジェットコースターでも乗るべきだよ絶対に。だってそんなめっちゃ怖くないからさ、すごい富士急のトップクラスとかだとはあんまりめっちゃ進めないけど。そう、ねもすけさんいいね、ありがとう。あ、そうだ、待って、マイカ聞いてほしいこと
とあるの。あのね、なんかね、ジブリのね、ショップに行ったんですよ。ジブリのショップに行って、なんと一個ね、ジブリのグッズを買ったんですよ。なんかあのジブリのあの刺繍バッジ、ランダム刺繍バッジっていうのがあって、ランダム刺繍バッジっていうのがあって、そのランダム刺繍バッジ、なんかいろんな絵柄のジブリのキャラクターがランダムで出てくる、そうランダム出てくるんで、なんかキキとかポニョとかいろいろ可愛いのあったんですよね。千と千尋のやつとか、そういろいろあって、私の狙い的にはキキとかポニョとか千尋ちゃんとか、そこら辺の可愛い子狙いで行ったんですけど出たやつがこれでした紅の豚紅の豚ランダムこれかってなってそう、可愛いんじゃけど、これもね可愛いんじゃけど、これかこれかってなりました。そう今日ずっとね胸につけてた、くれないな、まるこ、こんばんは。そう、え、ね、今までと違うことしたらね、時間流れ変わるよね、わかる。あ、6月四国遊びに出るな、申し込み嬉しい。え、来て、6月13日嬉しい四国フルとオープニングアクト待ってる、ありがとう。あ、ジブリパーク店、あ、そうなの。でも神戸で、これ神戸のモザイクって場所でのジブリショップで買いました。ジブリパーク店どこでやってるんだろう。そう、ランダム、うん、くじみたいな感じかな、ガチャガチャではなくってくじでしたね。そう、紅の豚面白いんよ。紅の豚も作品としてはすっごい面白いしこの柄も可愛いんだけど可愛いんだけど、ちょっと私が狙ってたものでは なくって これかーってこれかーってなりました。そう、食べない豚はただの豚だ。パパにあげるそう、いや、これ引いたらね、ちょっともっと引きたいなと思ったけど、ちょっと一個の値段もなかなかのあれだったので、そう、ちょっとここで押さえて。でもやっぱめっちゃ買いたくなって、いろいろ見てたら、でもお姉ちゃんが6月にジブリパーク行くから行けないけど、9月に行ったお姉ちゃんにちょっとお金を託して、グッズたくさん買ってきてください、お姉ちゃんセレクトでって今約束をしています。ジブリパークの方が多分ね、グッズ的には豊富にいっぱいあるので、そう、お姉ちゃんに全てを託して、思いもグッズも託して行ってきてもらいます。ジブリパークめっちゃ行きたかった。こんばんは。そうなんよね、でも面白いよね、くれないの歌。死者誤入したらギリポニョどこをどう死者誤入まあ確かに、そう、渋民に合ってる、渋さ前回ランダムね、止まんなくなっちゃうよね。こんばんは。でもこの刺繍がいいんだよね、刺繍がめっちゃ可愛い、刺繍であの作られてるのが刺繍バッジ、
イラストじゃなくって刺繍っていうのにすごい惹かれました。このバッジは。アニメやジブリ作品何が好きな、お姉ちゃん、お姉ちゃん何が好きなんだろう。あ、でも多分コクリコ坂好きだよ。お姉ちゃんコクリコ坂好きだし、何が好きかな。何が好きなんだろう。あれも好きって言ってたわ。ゲド戦記とかも好きって言ってた。こんばんは。そう、託して行きたかったよね。刺繍いいよね。そう、刺繍なんです。すごい、こ刺繍見えるかな。見える、刺繍、刺繍。ミミンさん、魔法ドラップありがとう。でもキキちゃん、キキちゃんめっちゃ可愛い。キキちゃんのグッズ多かった。魔女の宅急便のグッズが結構多かったですね。ジジも多かった。ジジキキ、魔女の宅急便、この今日行ったところ、今日行ったショップは魔女の宅急便のグッズが結構、割と魔女の宅急便とトトロがほぼだったかな。やっぱトトロは多いよね。でも魔女の宅急便も多いんだと思って、確かに可愛い。でおばあちゃんへのプレゼントに、おばあちゃん猫が好きなんですよ。おばあちゃんこの2日間メルちゃんをね、メルちゃんお留守番、おばあちゃんのところでお留守番してるから、おばあちゃんにはプレゼントで、ジジちゃんのなんかめっちゃ可愛い、可愛いプレゼントボックスみたいなやつタオルとかいっぱい入ってるようなやつをね、プレゼントで買いました、みんなで。そう、ジジ可愛いよね。でもね、デザインで魔女宅ね、ハウル好き、ハウルも好きだ。山口でもあるの？そうなんだ。ジブリ店？魔女宅いいよね、面白いよね。そう、ジジの方。確かにトンボ、トンボ可愛い、トンボくん。ひりあずみさん、魔法のランプありがとう。自分は一番は千と千尋が好きです。千と千尋の神隠しが好きで、2番が悩ましい。2番がでもコクリコ坂も好きだな。コクリコ坂、3番ハウル、わかんない。でもトトロも、10万ねつけれんのよね全部1位全部1位。2番はコクリコ坂、1番はでも1番はね千と千尋なんですよ。私1番は千と千尋かも、絶対的に。面白いよね、順位つけるの難しいよね。リリートンボくん、可愛いよね。なんかさ、キャラクターが全部可愛い可愛いよね。そう、トンボくんわかるな。トンボくん可愛い。なんか他の結構さ、ジブリに出てくるさ男の子キャラクターってさ、なんかこう、なんて言うんだろう、なんか結構
しっかり者、しっかり者で、しっかり者、しっかり者ってわけじゃないけど、なんかトンボくんみたいなイメージでもよりもさ、トンボくんみたいなキャラクターより、なんて、なんて、王子様、王子様系じゃないけどめっちゃ王子様じゃないけど、そういう王子様系な感じじゃない、ジブリのヒーローの男の子キャラクター出てくるのって、割とそういうキャラクターの子が多かったりする。ハウルとかもだし、アシタカとかもなんか出てくるキャラクターが、だからトンボくんがね、より可愛い、魔女宅のトンボくんはキャラクターがすっごい可愛いで好きですね。あ、スマートイケメンか。うん、それめっちゃいいあれかもしれない、スマートイケメン。確かに白も、私白、白のこと、白に恋してたもん、ちっちゃい時私の好きな人だった。白、白みたいな人が好きだ。白、私の好きなタイプ白だった白が好きだった。本当に白が大好きだったんよ、私ちっちゃい時から。白が大好きで、白に恋してた、ちっちゃい時。あ、明日の朝5時くらいから下の方の聖壇開放するけど、え、どうしよう、聖壇、え、でもね、狙えるんだったら狙いたい聖壇。またでも追いかけ回されちゃうかな、攻撃受けちゃうかな、あの E26 なんとかさんとかに、隣国さんに、隣人の人たちに。ねえ、ラペタも好きだ、ラペタも好き。初恋吐く初恋吐く吐くね。白好きだった、本当に本当に好きだったもん白。いい早見琥珀の下、そう。でもお母さんと、お母さんはハウルが好きだったの。お母さんもハウル一択だった、当時は、ちっちゃい時は。お姉ちゃんも、お姉ちゃんもどっちかというとハウルだったかな。ハクが好きって言ってもあんまり共感してくもらえなかった、ハクに。ハウルの方とか、ハウルとだったな。セージ、天沢聖司くんとかもね、お姉ちゃん好きだ、好きって言ってた。こんばんは。明日かとかも、明日かとかもね、ハウル。こんばんは。おそのさんの旦那さん、あー、おそのさんのこんな、ふん、パンくる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 、ふんみたいな人か確かに、確かにいいキャラクター、面白い、結構無口な感じの。でも絶対優しいよね、おそのさんの旦那さん、あれあの見た目でちょっと無口な感じだけど、絶対にすっごく優しいと思う、おそのさんの旦那めちゃくちゃに優しい旦那さんな気がする。そう、白ね、かっこいいよね。今
今も体吐くみたいな。いやあれはもう小さい時の初恋ですね、吐くは。ちっちゃい時の初恋。確かにハウル、ハウルね。でもね、ハウルも、ハウル、いやもうみんな全部いいよ。作品もキャラクターも全部全部好き。もうなんかね、世界が好きなんですよね、私は。ジブリの、ジブリの世界がすごい好きだから。ジブリの世界に入りたい。確かにバロンも、え、バロンね、あの人、え、バロン、猫の恩返しのバロンさ、あれも恋しかけたバロン。作品見終わる頃にはちょっとバロンのこと好きになってたもん。バロン、バロンのこと好きになってた。バロン、バロンいいよね。かっこいいよねバロンね。でもあれも猫だからいい気がする。バロン猫ちゃんだから、もうなんかかっこよさが、なんかあの紳士感がすごい猫ちゃんだからいい気がする。バロンは恋しかけた。ジブリキャラクターに恋多きを取りした。そう、スマートな感じで。すきゃいいよね。飛び込んでいきたい、ジブリの中に。確かに過去作品、映画と映画館。え、ね、私結構ジブリの作品は映画館じゃなくて、あのもう DVD というかテレビで放送されてたり DVD で見るものの方が多いから、見たことがあるものの方が、映画館で見てみたいなって気持ちはすごいあります。映画館でジブリの作品見てみたい。絶対もっとすごいよね、いろいろ大画面だし、音とかも。え、94人の人出ればいいっすよ。え、成敗うれし、本当に。ありがとう。申し訳ないです、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだ、ありがとうございます。こんばんは。え、やってたリバイバルね、やってた、やってた、やってたよ。けど見に行けなかったんですよ、それ。やってたよね、結構。確かに成敗すごい嬉しい。やってた。ギガマネとかせ、ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごいお強い、お強い。私もでもだいぶこの何日間、模擬戦から この何日間かで撃破ポイントが上がりました。なかなか。確かに成敗かっこいいね。成敗、成敗じゃん。よし、壇上読もうかな、そろそろ。壇上を読みます。13位リンくん、ありがとう。12位ルイさん、ありがとう。11位ポルダーグリさん、ありがとう。10位クマヌパパさん、ありがとう。9位ラブリー48&46 さん、ありがとう。8位昼休みさん、ありがとう。7位ツナさん、ありがとう。6位とっちゃんぼやさん、ありがとう。5
5位ディオさんありがとう、4位ヌッシーさんありがとう、3位かぎ37さんありがとう、2位みやこうちゃんありがとう、そして1位はドゥルル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 バン、ゆずきちさんありがとうございました、ありがとう、ありがとうね。明日は9時半ぐらいからタワーのお礼をします、タワーのお礼しますね、ありがとう、タワー送ってくださった方は楽しみに待っててください、夜の9時半です、待ってます、ありがとうございました、ありがとうね、おやすみなさい、また明日、バイバーイ、ありがとうございました、おやすみです、じゃあねえねえあずみんで終わります、せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください、いきます、せーの、なーにー、ありがとうございました、バイバーイ、おやすみなさーいバイバーイ、おやすみ、また明日ね、バイバイ。